それでは線形代数学の第11項のパート01です。今日はもうこれでおしまい。本当にあまり大したないよ、量はないんですけど質はあります。で、あの生息性についてってありますけど、まあいろんなことをやります。実はそれでまず、あの最初に、あの A1 から AL が、あの線形独立にしますね。 N 次元列ベクトルですよ。でこの時は、あの行基本変形で、あの A をだから A1 から AL の並べた行列ですね。それで行基本変形を作って、これを、あの、まあ、要するに、あのこんな風にできちゃうわけね。ちなみに、あの線形独立ですから、あの L は、あの N 以下ですね。いいですか。あの N で、これが A にしましょう。横長のに書いてますよ。だから L が N より大きかったら、存在する V ノット0で AV が0ですね。こうなりますから、あの L は N 以下じゃないと線形独立じゃないわけね。いいですね。これが分かっただけでも大したもんですよね、本当に。それで、あのじゃ あ、 あの証明ですけど、これは、あのまあ機能法ですね。それでじゃあ A1 から処理しましょう。それで、あのまあ H0 じゃないですよね。いいですか。あの線形独立ですから、いいかな、線形独立さんだから、これから、あの AJ どれも0じゃないですよ。いいですね。例えば、あの A1 が0だと、だって1倍の A1 プラス0倍の、0倍の AL が0ですね。で1、これ消えてませんね。まあ、というわけで、あの大丈夫ですね。そろそろもういいですよね。それで、そうすると、だから、あのどっか、あの0じゃないよね。でそれで、あのまああのアルゴリズム的に書くとしたら、まあ上がずっと0で、あの初めてここに、あの代替成分が0じゃないっていうふうにしましょうか。いいですか。そうすると、もう分かりますよね。これあのここにあるけど、1行と、あこれこうした方がいいですね。ちょっと、あの誤植ですね。直せるかな。1行と i 行を交換しますね。そうすると ai が一番上に来て、あとはまあどうでもいいですね、本当は。でそれでこの ai を使って下消せますね。いいですか。あのそれ j 行に、いいですか、ここ、あの j 行ね、あのだから大 j 成分に当たるわけですけど、 j 行に1行のマイナス AIBJ ですね。ここだから BJ になってるわけね。これは、あの J イコール2から N まで ずっと、まあ0もあるんでしょうけど、そんなの気にしないで全部、あの同じことやっちゃいます。そうすると AI の下全部0になりますね。で次は、そうすると、あのこの AI、 あの0ないですから、これ1にできますね。だから1行を AI 分の1倍して、 E1 が出来上がります。まあ、というわけですね。まあ、ですから、あのこの操作で A がどこまで行ったかというと、1000で、ここは分かんないよね。ここずっと分かんないわけですね。というわけです。で、あの行基本変形が、あのその左から、いいですか、行基本変形ってのは、これはアスペクトレーシオを16:9にしたんだけど、書きやすいですね。あの、いろいろ余白があって。これは左から、あの、基本行列書けますね。
それで、基本教養は生息ですね。ですから、A に、P1 から、もう、何回も何回も同じことを言ってますね。A かけたらこれになるわけね。で、そうすると、この PL から P1 までの積を P にすると、これ、正則になっちゃいますね。正則行列の積は正則です。まあ、というわけで、これが一番、もうすごい後ろだから、一番最後にこんなもん書く必要なかったかもしれませんが、この定理が、証明できたことになります。いいですか？いいですか？M 行 N 列の行列 A に対して、H が0なかったら、別にこの、M と N の大小関係どうやっていいんですよ。単に H が0じゃなかったらこれは成立しますね。そしたら、左から正則行列かけるんで、これ M 次正則行列ですね、P は。で、PA がこの形になっちゃいますね。いいですか？もう一回言うと、この MA の大小どちらでもいいですよ。これはわかります。この定理を証明しました。じゃあ、先行きましょう。で、それで、AL まで処理できたとしましょう。いいですか？ずっと、だから標準単位ベクトルに持っていけたとしますね。行基本変形で。そしたら、もしも、ここ L プラス1をね、これに対して、ここ大 L プラス1成分ですね。から下が、0ベクトルないよね。わかりますよね。だって、もしも0だったらどうなりますか？だから、これが0だと、これあれこれ言ってますけど、B1 から BL プラス1にしましょうか。そしたら、ここ0、ここって、この緑のところが0、じゃなくて、ここが0です。すいません。0とすると、いいですか？何がわかるかというと、BL プラス1が、どうなの？マイナス C1 の B1。B1 ですよ。マイナス CL ですね。の BL プラス1ですね。そうすると、行基本変形で、線形関係は不変ですから、L プラス1がマイナス C1A1。これが、もうさっと出るようになったら大したもんですね。こういう議論が。こうなっちゃって、これはなしですね。いいですか？ A1 から AL は、今、昨日の過程だから AL プラス1までになってますけど、これ線形独立なのね。いいですか？というわけで、これ矛盾ですね。というわけで、ここ0、不幸の始まりはこう0にしたことで、これ成立しません。だから、そうすると、あとはいいよね。どっかこの赤いところが、赤いところが、どっか、こう0で CJ、ここは0なくて、いいですか？ここは、L プラス1成分ね。だから、この赤いところに行ってますよ。こうなりますね。そしたら、どうすればいいですか？これを、この、CJ プラス1、あれ、なんで書けないの？ CJ プラス1を、これ交換するのね。L プラス1行と。で、あとは下消して、上も下も消して、ってやるとできますね。まあ、というわけで、まあ、さらにやっていくと、これが、今のここが、IL で、1、ここ0ですね。ここ0ですね。というふうにできますね。
ですか。やっぱり行儀表現って説明するのに共通の土台ができて楽ですね。特にアルゴリズムを教えるとすごく楽ですね。いいですか。まあ、というわけでこれ証明おしまいです。もう一回定理1おさらいすると、H から AL が線形独立にしますね。でそしたらその行儀表変形で A がその標準単位ベクトルが並んだこの行列に移ります。いいですか。でそうすると定理1と同じ状況ですね。 A1 から AL が N 次元列ベクトルで線形独立とすると、これは N 行ありますよね。これ KN だから、いいですか。だから左からかける P は N 次正方行列ですよ。だから N 次の正則行列 P が存在して PA が E1 から EL になるわけですね。それでですね、ちょっとこれ問題なんですけど、A1 から AL が線形独立にします。これ規定の拡張にあたります。そうすると AL どんどん規定の拡張の議論を覚えてれば大したもんで、 AL プラス1を加えてもしもギャップがあったら、その1本ないはみ出てるやつ取って、それそうすると A1 から AL プラス1がその線形独立になっちゃいますね。でこういうことを繰り返していくと、最後までいくと AN まで作れて、いいですか、 A1 から AL プラス1から AN が線形独立になって、ここで証明しましたね。いいですか。規定の延長って話ですね、これ。まあ、規定の延長ですよね。でそれはこれを使うとできちゃいますね。いいですか。何を加えるかというと、いいですか、これにもうだったって分かっちゃうでしょ。これに P かけたらずっとE1 から EL プラス 1EN になるようにしちゃえばいいでしょ。そしたらいいですか、これそうするとこれが IN になりますね。単位行列になるんだけど、そしたらその正則行列で線形独立なベクトルっていうのは線形独立なベクトルはそのまま線形独立のベクトルに行きますから、でこちら側は逆行列もあるから、まあこれ線形独立になるわけね。じゃあこれどう選べばいいかというと、それはもうすぐ分かりますね。いい AL プラス1は P かけたら EL プラス1に行けばいいわけね。そうするとどういうこと？ P インバースの EL プラス1にすればいいですね。それから A 最後に AN は P インバースの EN にしとけば、 P かけちゃうとその EN いっちゃいますね。いいですか。これで大丈夫ですね。というわけです。これテストに出したいんだけど、ちょっとね今年は無理ですね。オンラインでテストするから。でそうすると定理3に行きましょう。まあいろんなことできちゃうわけね。でそうすると A1 から AN がいいですか、A が正則ならば、いいですか、 A がなんかならちょっと待ってください。これまだ逆を今が逆を言うわけなんですけど、AV イコール0ならば、V1 から
あ、V が0でいいか。0なんですけど、これってA1 から AN が線形独立だってことですね。いいですか？だからこの逆が言えるかっていうわけです。この定理さんは。で、それがもう言えてまして、いいですか？だって定理1を使うと、あ、定理2か。定理2を使うと、線形独立なんだから、ある P 正則があって、PA イコール IN でしたね。いいですか？もうおしまいじゃないですか。そしたら、A は P インバースですね。いいですか？Q が正則の、PQ が正則の時に、P と Q 正則っていうのはよくやるけど、P インバースも正則だってこと。これ使いますね。ですから、P インバースが A なんだから、これ正則なわけね。というわけで、A が正則だということが証明できました。いいですか？まあ、というわけで、次の定理は、要するに、A が正則であることと、正時方程式 AV イコール0に、自明解しかないと。これと必要十分条件ですね。まあ、これいろんな表現があって、カーネルを知ってたら、カーネル A、これが0ベクトルしかないっていうわけね。カーネル A ってのは、今の場合は KN で、AV が0だってわけね。で、もう一つは、A1 から AN は線形独立だったわけですね。これは簡単な言いかけですしかないですね。で、だから肝心なのはここですね。これは証明できちゃいました。それで、表題はこれだ、この定義なのね。ずっと何回も言ってると思うんですけど、正則って定義を思い出そう。A が正則っていうのは、NG 正則、正方形ですね。ある X に対して、AX イコール XA イコール IN って、なんか両側やるの大変じゃないかっていうふうに言ってましたよね。実はそれは本当は必要なかったっていうわけなんです。で、ただし、最初からそれやるとものすごく大変なのね。ようやくこれで、うまくいくってことが、示せるようになったわけです。大変ですよね。いいですか？で、ですから、この A が正則であることと、RX に対して X イコール IN、または3番の RX に対して XA イコール IN。これ必要条件ですね。だから、1から2と1から3は明らかですね。で、2から、えー、あ、ごめん、3から1はもう明らかだよね。いいですね。だって、この証明見れば、あ、ここの証明見ればわかりますね。いいですか？まあ、いろんなやり方あるけど、この3から1の証明は、だから、今のこの定理 3B があるんで、こちら側に持ってってるのね。いいですか？ですから、ちょっとそれ見ておくと、AV イコール0とすると、まあ、両辺に X かけますね。ここが両辺にかける。だから X0、これ0ですね。で、XAV が右側に出てきて、左右逆なんだけど、で、XAIN だから INV になって V です。だから V が0だってことが従いました。いいですか？だから、まあ、ちょっと何したかというと、AV が0ならば、V が0だってことを示したけど、これ前の定理 3B ですか。で、これ A 正則と必要十分条件ですね。だから3から1が証明できました。
いいかな。まあ、というわけです。3から1が今、これは、3から1ですね。じゃあ、次は、2から1割りましょう。2から1ね。これね。で、そうすると、この定理を、いいですか、XA イコール IN なんで、2から1、ちょっと待って、XA イコール IN なんで、AX イコール IN か、すいません。落ち着きましょう。今、AX イコール IN ですね。ここ見りゃいいんだな。そうすると、X に対して、定理の今示した3から1を使いますね。そうすると何がわかるかというと、ちょっとこれあまりきれいに書いてないんだけど、何かというと X が正則になりますね。あ、ここに書いてあるね。これはちょっとわざといい加減に書いてるんですけど、本当です。X に対して3から1を使います。今、示してますよね。だから、X 正則になります。で、AX イコール IN から A イコール X インバースになりまして、まあ、したがって、正則行列の正則インバースは正則でしたね。だから、正則行列 X の逆行列である A は正則であることが分かって、2から1が示せるわけです。いいですか。まあ、というわけですね。で、まあ、これはさっきやって直後に示しましたよね。お話しましたよね。それで次元定理がもう使える状況だと、ちょっといろいろやっておきたいんですけど、A が N 次正方行列にしますか。で、ディメンションのカーネル、A、これ N 引くディメンション、イメージの A ですね。で、カーネル A が0ってのは覚えてます？これAV イコール、これも明らかですけどね。これですね。必要十分条件なんですけど、そしたらこれは次元0ですね。だから0だから、これから N イコールディメンションのイメージ A になりますね。いいですか。で、イメージ A とは KN に入っていて、こちら N 次元、こちら N 次元なんで、いいですか。この議論ね、ここ移行になっちゃいますね。いいですか。V と W と KN があって、ディメンション V とディメンション W が等しかったら、V と W が等しいって話もしてますね。いいですか。というわけで何が言えるかというと、これから FA ね、全社になりますね。で、逆も同じですね。逆。もしも N イコールディメンション A だとしたら、これ0次元ですね。0次元で、カーネルは0次元で、カーネル A が0ですね。で、ちょっと言っとくと、これはあまり強調して教えてなかったんですけど、A の V1 イコール A の V2 としたら、 A の V1 引く V2 が0でしょ。で、この時どうですか。カーネル A が0です時、V1 イコール V2 になりますね。で、これ何言ってるかというと、これは
これ何言いたいかというと、FA ね。KN から KN で、これ、単車になります。いいですか。まあ、というわけで、その AX イコール IN とか、ちょっと、AX イコール IN ですか。存在する X。もう一つは、存在する X で、XA イコール IN ですか。で、それで何が言えるかというと、こちらをよく見ると、3番から、示せるのは AV イコール0ならば V が0でしたね。まあ、というわけで、これから、FA 単車であることがわかります。それで、さらにこちらの方は、どうだろう。FA 全車ってすぐ出ますか。じゃあ、地域の方から勝手に持っていきましょうか。そしたら、どうやって、W で、A かけたら、この W どう作りますか？W として、ちょっとこれ場所ないからこっちに書かせてください。W として、XV にすればいいわけね。いいですか？そうすると、XV は、これ INV で、これ W ですね。V ですね。いいですか？これ AW ね。AW、もう一回やろう。AW は AXV で、AX は IN ですから、というわけで、INV で V です。だから、これ全車であることがわかります。いいかな？まあ、というわけで、ここで示したように、まあ、これは、ちょっと逆もし、このあたりの逆も 示さなきゃならないんですけど、まあ、だから、前者と、イメージ A が N 次元とか、あとはカーネル A が0次元とか、そういうことと同じですね、これ。で、次元定理を使うと、片方整数と片方整数ことになってます。いいですか？だから、これが成立すると、FA 全単車になりますね。で、逆 G にしましょう。G 逆にしましょう。で、そうすると、これ、線形なんで、KN から KN で、これ線形なんで、このあたりちょっと自分で考えましょう。線形であることは。なんか話したような記憶があるけどね。資料集によく書いてあると思うよ。そうすると、これ G イコール、なんか FX になるわけね。RX に対して。そしたら、全体車なんで、FAG と GFA が、ID の KN ですね。いいですか？まあ、これから何が分かるかというと、ちょっといい加減ですけど、AX イコール XA イコール IN が出てくるわけです。まあ、こちらでも同じですね。全車、X イコール IN から FA 全車で、だから、次元定理があるから全単車になって、まあ、こういうふうな流れで正則も示せます。まあ、ちょっとこれ、やりすぎだと思うんですけど、まあ、
前端車を含めてあのちょっとあの重層的にあの理解してくれると本当は嬉しいんですね。じゃあこれはもう最後ではなんかあの何でもかんでもやりましたけど、まあこれでいいでしょう。